翔太のボートレースチャンネルの翔太です。今回ちょっと調べてみたいことがあったので動画にしてみようかなと思って動画撮ってるんですけど、結構ボートレース僕も初心者なんですけど、前付けがあるレースっていうのが、あんまり初心者は入ってはいけないよみたいな感じで、なんかネットとか、いろんなところで聞いたりするんですけど、それがやっぱり展開が予想できない。前付けがあると展開が予想できないから入っちゃいけないって言われるんですけど、ちょっと思って、展開が予想できないんだったらオッズが荒れるんじゃないかみたいな、オッズが荒れる、後輩とがつくレースが多いんじゃないかなと思って、だったら、後輩とがつくんだったらもう全で勝っちゃえばよくないみたいな、もう全通り外、いわゆる120通りですね、もう勝っちゃったらプラスになっちゃうんじゃないかっていうことで、今回ちょっと全調べてみようと思います。ではどうぞ。はい、今回調べていくのが、ちょっと全部調べちゃうとちょっとめんどくさいんで、福岡ボートレースですね。福岡ボートレースのボートレース場、福岡競艇場の一節間、6日間をこの前やったんで、その初日から最終日までの6日間で、まず前付けがあるレースっていうのが何レースあるのかっていうのと、そこでの配当っていうのを調べていこうと思います。では検証結果は早速この多分次に出てくると思うんで、どうぞ。では検証結果、というか、データを調べてみたんで早速発表していきたいと思います。では今回、ホワイトボード書いてみたんで、前付けがあるレース全勝ったらプラスになるんじゃないかってことだったんですけど、まず、福岡の今回一節間の6日間でデータ調べてみたんですけど、6日間なんで72レース、もう前付けとか関係なしに、もう全部のレース12レースの6日間で、72レースのうち前付けがあったレースが16レース前付けがあったって感じですね。で、1日あたり 2,3 レースぐらいあった感じですね。で、合計なんですけど、払い戻しの合計ですねが81,820円の払い戻しで、平均が5,113円なんで、全勝った時に120通り12,000円かかるわけですよ。で、平均が5,113円なんで、マイナスですね。なんで、今回の検証結果っていうのが、全勝ったらプラスになるんじゃないかっていう検証だったんですけど、プラスにならず結果マイナスって感じなんですけど、でもこの16レースのうち何レースだったかな、2レースは満州出てたんで、そこの2レースはプラスになってたよみたいな、なんで、16分の2なんで全失敗で、前付けがあるレースはやっぱりやらない方がいいのかなと。結構調べていくと、
なんか一番人気で600円とかそういったレースもちょくちょくあったんで、まあ、展開が読めないってところですね。なんで前付けがあるレースは初心者にお勧めしないってのは本当ですね。なんでそうですね、前付けがあるレース、まあ、入るんだったら展開が読めるレース、まあ、結構5、6の入れ替わりとかですね、なんか 5コースに B2 選手がいてほんで変わるとか、そんなのだったらそこまで展開に絡まないのかなと思うんで、そんなのだったらやっていいんじゃないかなと思います。まあ、これがまたこれ一般戦だったんですけど、福岡 SG とか G1 とかそうなってくるとまた変わってくるのかなと思うんで、そこでまた検証していきたいと思います。では今回、まあ、ちょっと検証は、まあ、残念ながら失敗したんですけど、グッドボタン、チャンネル登録ですね、していただけると助かりますというか嬉しいので、ぜひお願いします。ではちょっと短い動画だと思うんですけど、これで終わります。以上、グッバイ。